はい、皆さんこんにちは、ソヤンです。今回はタミヤ1/48シュトルムティーガー箱絵風のジオラマを作りましたので紹介します。本キットは2017年発売直後のタミヤモデラーズギャラリー池袋でコーティングシートセットとともに購入したものです。1/48戦車の作成は初めてで、戦車を作るのも30年ぶりです。率直な感想を言わせていただくと、1/48戦車は小さいと迷彩塗装に苦労することを実感しました。迷彩色塗料のしぶきがベースのダークイエローに飛んで塗り直しを余儀なくさせられました。キットに手を加えたのは球団クレーンのワイヤーです。リード線をほぐして作ってみました。もう一つ用意したキットはシビムワーゲンです。迷彩塗装の腕試しにシュトルムティーゲルより先に作ったのですが、手持ちのエアブラシ HP101 の口径 Φ0.3 では太いと感じ、急遽 Φ0.18 の PS770 を入手することにしました。これだけでは寂しいので、ドイツ歩兵行軍セットを用意しました。結果、戦闘を勝利で終えて撤収を始めた分隊という設定のジオラマになりました。背景のレンガの廃墟は繰り返される戦闘で破壊された工廠という設定にしました。レンガの壁は情景誌アラーキーのジオラマでしょうというページを参考にして作りました。スチレンボードに毛描き針でレンガの模様を毛描き、レンガ色に塗装した後、毛描いたへこみにコンパウンドペーストを塗り込んで漆喰を表現してあります。工廠という設定なので繊維工用のポスターを貼りたいと思いました。ネットで検索してみると何枚か気に入ったのが見つかりました。プリントアウトして使いましたが、1/48スケールには普通紙は少し分厚い気がします。ライトプレーンの抑止でもあればよかったのですが、地面にはジムとは桁違いだで使ったタミヤの情景テクスチャーペイントの残りを使いました。タイヤや履帯の跡をつけたかったのですが、テクスチャーペイントの厚みが少なかったせいか思ったようにはいきませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら、ソヤンでした。